入り口にあったトラップは時間稼ぎだろう。目的は俺か C2 という線もあるが、いずれにせよナナリーの無事を確認してからだな。こちらを向け、ゆっくりと。こんな時に。聞こえなかったのか、ゼロ。こちらを向くんだ、ゆっくりと。ユーフェミアは罪なき日本人を一方的に殺した。君はそんな女。便利な力だな、ギアスとは。自らは影に隠れ、責任は全て他者になすりつける。傲慢にして卑劣、それがお前の本質だ。カレン、君もゼロの正体を知りたくはないか。何を今さら。君にも立ち会う権利がある。あ、待て。信じたくはなかったよ。ルシュが。そうだ、俺がゼロだ。黒の騎士団を率い、神聖ブリタニア帝国に挑み、そして世界を手に入れる男だ。 あなたは私たち日本人を利用していたの。私のことも。結果的に日本は解放される。文句はないだろう。君を逮捕すべきだったよ。気づいていたのか。確信はなかった。だから否定し続けてきた。君を信じたかったから。だけど君は嘘をついたね。僕とユフィに、ナナリーに。ああ、そのナナリーがさらわれた。スザク、一時休戦といかないか。ナナリーを救うために力を貸してほしい。俺とお前二人いればできないことなんて。甘えるな。その前に手を組むべきはユフィだった。君とユフィが力を合わせれば世界を。全ては過去、終わったことだ。過去。お前も父親を殺しているだろう。懺悔など後でいくらでもできる。いや、君には無理だ。何。君は最後の最後に世界を裏切り、世界に裏切られた。君の願いは叶えてはいけない。バカめ、理想だけで世界が動くものか。さあ、撃てるものなら撃ってみろ。流体桜大盗な。俺の心臓が止まったら爆発する。お前たちもおしまいだ。貴様、それより取引だ。お前にギアスを教えたのは誰だ。そいつとナナリーは。ここから先のことはお前には関係ない。お前の存在が間違っていたんだ。お前は世界から弾き出されたんだ。ナナリーは俺が。スズラッキー。